本編をご覧になる前に皆さんにお知らせがあります。僕が独立するお店でアルバイトスタッフを募集したいと思います。店のジャンルとしてはイタリアンをベースにいろんなお酒を出したりいろんな料理を出したりというようなお店で、カウンターでお客様を接客したりとか、お客様と結構関わる機会が多いようなお店になりますので、興味がある方はぜひケンシロウチャンネルのインスタグラムの方に DM をください。詳細とか、ぜひやり取りさせていただけたらなと思いますので、友達って言うんですか友達、彼氏、彼女、息子、娘とか身内の方とかね、お知り合いの方に興味がある方とか いましたら、ぜひご連絡お待ちしております。よろしくお願いします。それでは本編へどうぞ。こんにちは、ケンシロウです。久しぶり間ね、約2週間か。いつもあの金曜日投げてたけど、前回の動画は火曜日投げたからね、うん、って考えたらもう2週間ぐらい。そうですね、はい。今日なんですけども、早速ケンシロウ独立への道ということで、はい、まず第1弾上げていきたいと思います。で、まあ、早速場所どこなのって声がすごい、本当に、うんうん、大谷知事とは言ったけど、大谷ちゃんどの辺って言って、で説明するんだけど、大谷の知事感がない人が結構いる。まあ、そうですよね、うん、だから今日はまずこっからこう行くんだよってことをまず説明してから、いろいろ話を進めていきたいと思います。ここ今大谷地の地下鉄の大谷地駅の改札のところですね。はい、それでは一番出口から、一番出口でキャポを抜けていきます。キャポっていう商業施設の中を抜けていきますので、はい、早速行きたいと思います。それでは早速やっていきます。久しぶりすぎた。はい、やっていきましょう。行ったんですけど場所ほぼ変わってない。ちょっと1メーターです。風よ、ちょっと風強いですね。基本的にね、あの僕らは歩くのが嫌いなね、エスカレーター。俺の親父がここに来て階段でここ登ったって。風やば風強いですね。大谷地の駅はそのキャポっていう商業施設まではこう地下で行けるんで、そう、地下から直結だから、雨とか降ってた、雪とか降ってたらいいですよ ね、うん、そうだね。中華屋さん行ったのって一昨年か、まあ、去年か、去年1ヶ月走行の2本目ぐらいの動画でしょ、うんうん、去年だっけ、1ヶ月走行したの去年ですね。去年か。だから1年ぶり、1年前ぐらいにね、その大谷地のその中華屋さん撮ったんですけど、その中華屋さんがね、亡くなりました。泣ける。刀削麺めっちゃうまかった、ね。いや、結構美味しかったですね。本当に美味しかったね。キャポですね。ね、ここがバスターミナル。あ、そうだね。大谷地のバスターミナル。バスからのアクセスもここからこう行ってもらえる。この大谷地のバスターミナルから清田区とか北広島とか、うん、そういうところに行きやすいですね。うん、ここは本当に大谷地周辺に住んでる人たち、住民の人たちのショッピングモールみたいな、ね、うん、感じで結構いろいろ入ってますもんね。飲食店も何軒か入ってて、うん、まあ、これからはね、大谷地の時代という時代の創造主にならなきゃいけないから、これは違うか。安定のエスカレーターでね、向かってるんですけど、動画を出すっていうことに関しては2週間ぶりで、うん、撮影は1週間ぶりなんです。そうですね、そうだよね、まあ、実際この動画が出るのは、まあ、今僕が働いているカフェリベルタの閉店前日。いや、まあそうですね、まあ、ありがたいことにその動画を出してからそのリベルタが終わるっていうのでね、あの常連さんが結構、ね、うん、ご来店していただいて、YouTube からの流動はあったんですか。いや、あったね、本当にあった。こっちかな、ここキャポの中ですね。みんな大好きロッテリアさんだったり、僕ら大好きサイゼリアさんだったり。サイゼリアはね、市民の味方だから、うん、中華屋さん行った時こっから入ってる。確かに。懐かしい。しかもあのダーツの旅と日本撮り。伝説の伝説。でこっち側が南郷通りですね。
バスターミナルとか、はい、南郷通りとかで南郷通り沿いで新札幌からだったら南郷通りを走ってきたら左手になります、うん、はい、はい、それでは向かってきてくださいよし実際このままキャップを抜けてもうちょっと奥から外に出られるんだけど、うん、あ今ね撮影ということで早めに外に出ました一番分かりやすい入り口かなと思ったそうだね、うん、大きい本当にこの大谷地で店を出すって話をしてから大谷地って本当に飲食店少ないよねっていう声がねうんうん、うん、本当に多くてこれはもう大谷地を盛り上げるチャンスなんじゃないかと間違いない踏んでいい確かにあんまり大谷地でご飯食べたりとかしないっす、ね、かもしれないですねやっぱり本当にここの大谷地で食べる人は大谷地で働いてる人とか、うん、住んでる人とか本当に周辺の人たちここに通うとか住んでいるとかっていう人たちが多いんだろうけどね、うん、まあ一番分かりやすい目印というか場所がこのちょっと今木でちょっと隠れちゃってるんですけど大谷地共立眼科っていう眼科がねすごい目印になるんですけど、うんこの、まあ、直結で北海道銀行があって信号がね点滅したんで点滅してる信号は渡らない主義なんでこれですねここが銀行と共立なんなんかの信号をそう信号を渡る本当にキャポから出たらこの手押し信号を1本渡るんですよね渡ったらマジすぐなんですよでもやっぱりね新しくできたばっかりな建物だから大谷地のことを知ってる人でもそんな飲食店入るような建物あったっけみたいなそういう話かね結構聞けたりするんだけど、はい、1本こっちにね行った状態でもう目の前です。はい、この建物です。めっちゃ近いですね。はい、じゃあ近くまで行ってみましょう。そこに札空があったりとかして。住民の味方だね。うん、ドラッグストアを。確かに。ここがですね、僕が新しくお店を出す場所の大谷地5という場所ですね、うん、はい住所的には最後に、まあ、改めて載せるんですけど大谷地東5丁目です、ね、住所5丁目の5なんですかだと思う、うん、多分じゃあちょっと前に進みますはいでこの看板がついてるところがもうオープンというかもう稼働しているお店ですお店だったり会社だったり、うん、あるので、ちなみに僕がお店を出す場所はここなんですこっち、はい、ここですねこっちここですねはいこれ2つシャッターあるんですけどどっちもこれ中で1つに繋がってるんで後ほどそのシャッターを開けて中をちょっと見てみたいと思いますはいまず中をね、ちらっと映そうかな、うん、じゃあ中入りましょう出演所はで、こっちにワイン&なんか静かにしちゃうねここがワイン&ピアノバーツかな、うんはい、大和茶さんはい、今後おいおい紹介していきたいと思います、はい、こちらカラオケ&バーティアラ2さんですねはいカラオケと、バーでお酒の種類が結構あるよっていう感じでね、はい、ここもお湯を紹介していきたいと思います、はい、今のところ稼働してるのはこの2店舗なんですけどこれから外目の前で僕がやるのとここで厚別西にプリギンさんって焼き鳥屋さんがあるんですけどもそこのお店ができるという話なので詳しい話は分かんないんですけどプリギンさんができますはい、はい、でこの上に
エレベーターだったんですけど、行くと整体があったり美容室があったり会社さんが入ったりとかしますので、はい、これはもうおいおいということで紹介していきたいと思います、うん、早速ね、ちょっと中に入りましょう。外からね、はいっす。何分、撮影日で考えたら昨日鍵もらったばっかり自分で鍵開けるの今日初めてなんですよ。なるほど。だからじゃあもうずっとノーカットでお送りしてるんだノーカットでノーカットっていうか、まあ、一本撮りで、はい、行きます。意外と大丈夫です。こんな感じでこれから、内装屋さんが入って11月3週4週ぐらいには内装工事は完了するのかなという予定です、はい、なので、まあ、12月中旬ぐらいを置く予定ですよっていうふうには言ってるんですけど、ここに新しく僕が飲食店をやりますので、はい、もう何もないというのが新鮮で、うん、やっぱり新宿だから。入り口は ここだけですか。入り口はここに作る、うん、じゃあ本当に路面店みたいな感じなんですか。そう、これからどんどんできていくんで、まあ、とりあえず入り口はここですね、うん、はい、で、そっちに行くとトイレが共同の建物の中の共同なので、お店の中にはトイレはないです。トイレはここの扉から裏に、ああ行ってもらう感じ。あの建物があるんですけど、はい、トイレがあります。これからね、どん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 こうできてきて、この変化っていうのをね、その視聴者の皆さんと味わっていきたいというか、まあ共有してみたいな、共有していきたいなと思いますのでね、はい、まあ、まだこういうまっさらな感じなんで、情報としてはここまでですね、はい、分かったかな、その大谷地域がここまでの位置。いや、分かるんじゃないですか。近いしね、本当に、まあ、第2弾とかで違うルートからたくさん行って、うん、お伝えしていきたいなと思うんですけど、本当に今は撮影してるからちょっとゆっくりめに歩いたけど、実際大谷地に帰ったら1分半とか2分とかの世界で着いちゃうんで、はい、信号渡ったら本当にすぐなんでね、はい、ここの場所を皆さん覚えておいてください。はい、ということでこういう動画はちょっと短めなスパンでどんどん回していきたいと思いますので、今日はそんな感じでした。この動画を見て、ケンシロウ独立応援したいな、どういうお店ができるんだろう、なんか興味が少しでも湧いていただいたら、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。お願いします。いや楽しみ、ドキドキ、ワクワク、ハラハラ、この3拍子で店をやっていきたいと思いますいや、なんかね、久しぶりに撮影すぎて、だけどこういう新しいことに対するさ動画だからちょっとこう緊張してます、まあ、とりあえず締めたいと思います。それでは次の動画でバイバイ。楽しみだな。ちょっと待った、危ねえ危ねえ、これ言わなきゃダメだった危ねえ、ちょっと待ってください。あのですね、動画内で言おうと思ってたんですけど、店の名前まだ発表しなかった。これ一番大事だよ大事すぎる大事すぎる、これ言わないと来れない店にはい、お店の名前なんですけども、今はカフェリベルタというところだったんですけども、名前を変更して新しく発表したいと思います大事なところで噛まないとはい、新しいお店の名前は厚別バルリガーレというお店になります。考え抜いたわ。どういう意味とかあるんですか。いや、まず厚別っていうのは絶対つけたかった。やっぱラバーだし、うん、まあ大谷地も厚別だし、うん、ラバーだから厚別は絶対つけたかったっていうのと、まあバルっていうのでなんかこう幅広くなるのかなみたいな。まあその日本人の人からするとこう、そう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 、なんかバルって調べたらダイニング場的な意味合いと一緒らしくて、うん、まあなので厚別バルということつけて、リガーレっていう名前の意味はラテン語で結ぶという意味なんですよね。なんで結ぶかというと、本当に
この独立します動画を出した時にもすごい喋ったんですけど、やっぱリベルタで働いてて、こう人と人の縁がめちゃめちゃこうなんていうの、助けられたというか、今回この独立に関してもリベルタで約10年続けてこれたことも、新札幌界隈のね、お客様だったり先輩後輩とかね、お店やってる人とか、なんか本当に人の縁に救われたので、次のお店もやっぱ人の縁を大事にしたいなと思って、この結ぶというかね、そういう意味合いでつけました。なので皆さん覚えてください。どっちからスタートしようか。厚別バルリガールです。逆？こっち？あ、合ってる。厚別バルリガールになりますので、皆さん忘れないでください。リガールです。よろしくお願いします。お願いします。言えてよかった。危なかった。それでは次の動画でバイバイ。危ねえ、危ねえしか言ってない。ありがとうございました。